大人散歩は所沢市にやってまいりました。いや、去年の NHK 紅白歌合戦でも話題になりました、今一番熱いスポットといっても過言ではないここ所沢さくらタウンにやってまいりました。すごい大きい。いや本当に私が今一番来たかった場所と言ってもいいくらい、ね、この今注目のスポットを今日はたくさん巡っていきたいと思います。それでは早速行ってきます。インパクトあるな、やっぱりこんな広い場所だとね、正直私思わなかったんですけれども、もうこの今一番気になるさくらタウンが果たしてどういう場所なのかっていうのは私まだちょっと正直分かってないので、いろいろお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。もうここ本当に来たくて今すごくワクワクしているんですけれども、まずこれやっぱりすごく印象的ですよね。そうですね、こちらは、はい、角川武蔵野ミュージアムという、はい、の世界的建築家の隈研吾さんのデザイン設計によるミュージアムになります。これがミュージアムなんだ。でドドンとあの絵もありますけれども、はい、こちらがですね、あのこれもミュージアムの作品の一つなんですけれども、うん、現代美術家の鴻池智子さんによる武蔵野川トンビという作品になります。こちらトンビになります。トンビなんだ。牛革に水性塗料で描かれた作品なんですけれども、11月くらいまで約1年間屋外に展示されまして、日光や雨や風にさらされて経年変化していくことも含めたアート作品になります。じゃあまたこう日にちが経ってから見るとちょっと変わってたりもするかもしれないですね。そういったその時間の流れも感じていただくようなアート作品になってます。ちなみにミュージアムのおすすめってどこですか？はい、あの角川武蔵野ミュージアムのコンセプトの一つが、美術館と図書館と博物館を融合させているっていうのがあの特徴になってまして、その特徴が一番現れている4階のエディットタウンというところがありますので、はい、最初にそこをご案内したいと思います。ぜひ行かせてください。お願いします。4階にやってまいりました。いやもう本に囲まれるとはこのことですね。もう そりゃそうだろうって感じだけど本がたくさんあります。ここはどういった場所なのかちょっとお話を木之内さんにお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは本を売られてる場所なんですか？いえ、ここはですね、あの図書館なんですけれども、図書館、はい、ずっとまっすぐ L 字型に50メートル本のストリートが続いてるんですけれども、あの図書館 であの独特なあの並べ方とかそういう展示がされているので、ちょっとお楽しみいただけたらと思います。じゃあ早速行ってみてもいいですか？はい、はい、よし。うわ、なんかワクワクする。これすごい、どれぐらいの量あるんですか？そうですね、ここのブックストリートだけで2万5000冊の2万5000冊。でこれ並べ方が非常に特徴的で、そうですよね、はい、ここはあのエディット1という記憶の森へっていうタイトルがついてるんですけれども、あの普通図書館はあの受信分類法といって歴史とか自然科学とか文学とかそういう並べ方をするんですが、こちらはですね、館長の松岡聖剛さんが独自の9つの文脈で世界を読み解くですね、そういう形でエディット1からエディット9まで分類しています。へ、なんか探すのもすごく楽しそうですよ ね、 そうですね。お目当ての本でとてもユニークなのはこの本の並べ方とか、はい、それから本の棚とか、これ高さも奥行きもそれから全部こう互い違いになっていて、確かに、はい、まるでこう違い棚のような感じなんですけれども、でもおしゃれですね、とっても。そうですね、この
本棚も隈研吾さんがデザインしています。でも計算し尽くされたデザインなんですね。そうですね。こういうなんか、はい、グッズとかモニターとかそういったものがこう本の世界観を無限に広げていってくれるというか、どこを切り取っても映えますね。はい、そうですね、はい、本当にたくさんありますね、種類が。わ、すごく開けた場所にやってきましたが、ね、あ、ここはまさか。そうですね、ここが一番私が来たかった場所だ。なんかこういうことですよね。ここでコンポーザーの綾瀬さんが来てましたよね。そうですそうですそうです。うわー、夜遊びだ、すごい。ここがあの、ここにあるのも全部読める本ってことです。そうですね、あのこちらも手に取って読んでいただきますし、もう360度本に囲まれた本棚劇場なんですけれども、高さが約8メートル、8メートル、はい、の本棚になります。届かないよ、でもおしゃれ。約3万冊の本がここにあります。ここだけで、はい、そうなんですね。こちらはですね、まあ、あの図書館なんですけれども、まあ、本棚劇場という通りですね、いろんなあの、まあ、エンターテインメント的なあのイベントもやっておりまして、こちらの壁を使ってですねプロジェクションマッピングを30分ごとにやっています。はい、それは見たいですね。非常にあの評判で、皆さん感動しているのでぜひご覧いただけたらと思います。いいですか、はい、ぜひ体験させてください。はい。燃えちゃう。プロジェクションマッピングがすごいのももちろんなんですけど、音の臨場感もすごくて、そうですね、で本当になんか、ね、鳥のさえずりとかもそうですし、なんか火のパチパチした音とか水の音とかもなんかすごくリアルで、そうですね、あの一段一段の本棚に即した形でこうマッピングされているので、結構相当高い技術でやっていますし、たくさん の, あの作品が出てきたので、 あれ読んだことあるとか、次あれ読んでみようみたい な, なんか新たな発見もあったりとかして、すごく興奮しました。ありがとうございます。こんな素敵な場所でもあるんですね、この本棚劇場は。そうですね、これはもうぜひ来てみるべきですね。